ようこそ客人よ。この日が来るのをずっと待っていた。 私は君の脱出を予言していた。しかし、どこまで来られるかは読めなかった。会えて嬉しい。時間とは永遠に流れゆく概念。君が現れ、全てが止まったのだ。君が概念を遂げた。 再び時を進めるため、私はここに戻ってきた。君を殺せないが、ここから今すぐ消し去ることはできる。君を捕まえ送り返す、次の機会まで。 君はコントロールできていると思い込んでいる。戦うことを放棄しなさい。それが運命だ。自分との戦いだ。そうだろう。 剣があれば見通しもつく。 よくない。
体に入ったひびが一つ。だが二度目は。戻るんだ。無情にも時は流れる。私の時間が流れ、君の脱出は失敗に終わる。向き合う覚悟はいいか。こうして周期が終わる。また会おう。始まりで。君は衝動的すぎる。私の空間では私の時間が流れ、君の脱出は失敗に終わる。
ぞ。無情にも時は流れる。運命と向き合う覚悟がある。息を吸って集中し終わらせてしまう。最後の貴重な瞬間に喜びをあおぐ。やり直せ。空を見上げるのだ、客人よ。そこに答えがあるはずだ。運命なんてない。道は自分で切り開くんだ。岩の上にいたやつは物知りだったな。なぜお前がここへと送られてきたのかも知っていた。空を見上げよ、太陽黒天を見よとよく言っていた。誰も耳を貸さなかったがね。